孫のユータはいつの頃からか会話がうまくできなくなっていた。失語症というのだろうか、ユータは伝えたい言葉があってもそれを口から発することができず、いつも苦しそうに顔を歪めてしまうのだ。なんだって？言いたいことがあるならちゃんと口で言いなさい。犬じゃないんだからちゃんと喋れるでしょう。息子嫁のアスカさんが鬼のような形相で叱りつけると、ユータは余計に口ごもってしまった。あまり無理しなくていいよ。ほら、言いたいことがあるならこれに書いてごらん。ユータは相変わらず無言のまま、真っ白なスケッチノートに人物の絵を描き始めた。私は黙々と絵を描くユータを隣に座ってただ見守ることしかできなかった。これがユータで、こっちがおばあちゃん。わあ、ユータは絵がお上手だね。ところがそのうち、ユータはなぜかある奇妙な人物を描き始めた。顔を真っ白に塗りたくり、真っ赤な鼻をつけて赤と白のボーダー柄の格好をした人物。これってひょっとしてピエロ？こくりとうなずくと、ユータは何かを訴えるような眼差しで私を見つめてきた。まさかユータ、この子私に助けを求めているんだわ。私の名前は鎌田都、60歳。若い頃私は小学校で教壇に立っていた。そこで知り合った同僚と結婚、そして妊娠したことをきっかけに教師を辞めた。その時生まれた息子もすでに独立して家庭を持っており、現在私は夫と二人でのんびり気ままな老後生活を満喫している。私たちにとって一番の生きがいは何と言っても孫のユータだ。ユータは毎年夏休みになると息子夫婦に連れられて遊びにやってくる。ユータと過ごす時間はかけがえのない大切な時間なのだ。ユータは息子の金次と前妻との間にできた子供で、両親の離婚後は金次に引き取られた。その金次もすぐに再婚して2番目の奥さんであるアスカさんとの間に第2子を設けた。アスカは本当によくできた嫁だよ。仕事で疲れて帰ってくる俺に無駄口は叩かないし、何と言っても無駄な出費はしない。全てにおいて効率的だ。それに引き換え、前の嫁は本当にひどかった。何かあれば、ユータユータってことあるごとにあいつのことで相談してくるし、子供のために余計なものまで買っていた。そう言って金次は、前妻とアスカさんをことあるごとに比較している。金次は昔から、効率的という言葉を好んで使っていた。学生の頃から成績優秀で、仕事でも順調に成果を上げて出世しているが、自分にとって得にならないものは、たとえ我が子にとって大事なことでも不要だと考えているのだ。家計にとってマイナスでしかないとの理由から、クリスマスやユータの誕生日でさえプレゼントを買ったことは一度もないという。ユータが小学校に入学する前、体操着のデザインが一新されることになった。保護者たちが話し合って、全員新しい体操着で統一すると決めたのだが、アスカさんは友人の子が着なくなった体操着をお下がりでもらったので、それで十分だと言って、ユータだけが古い体操着を着ることになってしまったのだ。みんなと同じ体操着がいいと訴えるユータの声に耳を傾けることもなく、自分の意思を貫き通したアスカさんの姿勢を、金次は心の底から気に入っていた。さすがアスカだな。小学校なんて6年で卒業するんだ。そんなところに無駄なお金なんてかけられるかよ。二人にとって、ユータにかかるお金のほとんどは無駄な出費のようだ。そして、今年の夏休みも、ユータが息子夫婦に連れられて遊びにやってきた。金次がアスカさんと再婚して以来、私はユータとアスカさんの関係がずっと気になっていた。
ユータを見ていると、なぜか家族の中で孤立しているような印象を受けてしまうのだ。ユータがリビングでテレビを見ていると、それほど音も出していないのに、アスカさんは、うるさい、テレビを消してと怒鳴りつけた。そのくせ自分が産んだヒロキが、近所のタブレットで好きな音楽を大音量でかけ流すと。ヒロキは歌が好きだね。と、夜に近所迷惑を気にすることもなく一緒に歌い出した。前妻が産んだユータよりも、自分でお腹を痛めて産んだヒロキを可愛がりたい気持ちは理解できる。それでも、アスカさんによる、ユータとヒロキとの接し方の違いに、私はどうしても理不尽な差を感じてしまうのだ。ユータとも、ちゃんと向き合ってあげてほしい。私はこれまで、何度も近所に声をかけて、アスカさんに態度を改めてもらうよう促してきたのだが、ユータはもうお兄ちゃんだよ。自分のことくらい自分でできるさ。と、銀次は自分の息子であるにもかかわらず、全く気にする素振りもなく、いつも笑って聞き流すだけだった。長かった梅雨の季節が終わり、その後は連日にわたって晴天が続いていた。ニーニー、待って!ユータが、虫取り網と虫取りかごを持って外に出かけるのを、2歳のヒロキが大はしゃぎでついていこうとした。しかし、途中で足がもたついて、尻餅をついてしまった。それに気づいたユータが急いで駆け戻り、弟に手を差し伸べる。ヒロキは泣き出すこともなく、にっこり笑顔でユータの手につかまりながら立ち上がった。ユータもすっかりお兄ちゃんだね。私はその光景を微笑ましく眺めていたのだが、その手を離しなさい!ヒロキに何てことするの!と、アスカさんの怒鳴り声が穏やかで優しい空気を一瞬で壊してしまった。ヒロキに余計なことさせないで!怪我でもしたらどうするの!ああ、ズボンが汚れちゃったじゃない!そう言って、アスカさんはユータを睨みつけながら、ヒロキのズボンについた砂を払い落とした。アスカさん、何もそんなに怒らなくてもいいんじゃない?私は苦笑しながら、激高するアスカさんをなだめた。子供は服が汚れるくらい、外で活発に動いた方が、心の成長にもつながると思うわよ。今日はせっかく天気もいいんだし。そこへ金次がやってきて、これは俺たち家族の問題なんだ。部外者の母さんは口を出さないでくれよな。と、冷ややかな目で私を見下ろした。また服を汚したのか、ユータ。洗濯するにも、水道代や電気代、洗剤にもお金がかかるんだぞ。後でユータには、たっぷりお金を請求しないといけないな。大げさだね。幼いうちから厳しく言いすぎたら子供がかわいそうでしょ。ほら、ユータもこんなに怯えちゃって。ユータは父親と血のつながらない母親に睨まれてすっかり落ち込んでしまった。ごめん。ユータはいつの頃からか会話がうまくできなくなっていた。失語症というのだろうか。ユータは伝えたい言葉があっても、それを口から発することができず、いつも苦しそうに顔を歪めてしまうのだ。なんだって?言いたいことがあるなら、ちゃんと口で言いなさい。犬じゃないんだからちゃんと喋れるでしょう。アスカさんが鬼のような形相で叱りつけると、ユータは余計に口ごもってしまった。あまり無理しなくていいよ。ほら、言いたいことがあるなら、これに書いてごらん。そう言って私は、紙と鉛筆をユータに渡した。筆談なら、言葉がうまく話せないユータでも、自分の気持ちをきちんと伝えることができる。ところが、鉛筆を手に持ったユータは、アスカさんの方にちらりと視線を向けると、すぐに鉛筆を放り投げてしまった。以前は、筆談でやりとりをしていたユータも、この頃はどういうわけか、金次やアスカさんの前では
私との筆談さえも避けるようになっていた。ユータがうまく会話できなくなったのは、金次がアスカさんと再婚して間もなくの頃だ。どうしちゃったんだろうね。小さい時は、とても人懐っこくていつも笑っていたのに、心配だね。母さんがユータを甘やかしすぎるんだよ。小学生にもなってうまく喋れないなんて、社会に出ても役に立たないだろう。金次は、ユータが言葉を話せなくなった原因は、あくまで私のせいだと言わんばかりに笑った。そのことなんだけどね、ちょっと思うことがあるのよ。私は、ユータのことでずっと気がかりだったことを口にする。ユータを一度専門の病院で診察してもらった方がいいんじゃないかと思うんだけど。病院に連れて行くって、一体いくらかかると思ってるんだよ。そんな無駄なお金、俺は一円も出さないよ。そうですよ、お母さん。病気だと確定したわけでもないのに、そんな時間も費用もかかるようなことをやったって意味ありませんよ。ダメ元の提案に、案の定二人は難色を示した。無駄かどうか、正確に診断してもらわなきゃわからないでしょ。専門のお医者様に見てもらったら、何か改善点が見つかるかもしれないじゃない。私は二人に負けじと説得を試みた。ひょっとしたら発達障害かもしれないわ。ほら、最近よくテレビで聞くでしょう。金次は、そんなことしたってどうせ無駄、と手を振ってまともに取り合ってくれない。こいつは生まれつき役に立たない子なんだよ。今さら病院に連れて行ったってどうにもならないだろう。金次は黙り込んだユータの方を向くと。おいユータ、ヒロキだって言葉を覚え始めたんだ。お前も弟を見習って、ちゃんと喋れるように努力しろよな。と、ユータの髪をガシガシかき乱して、せいぜい俺たちに迷惑だけはかけるなよ、と言った。息子夫婦に、私の思いは届かなかった。アスカさんは自分が産んだヒロキにつきっきりで、ユータの存在など眼中にないと言った様子だ。ユータが笑顔でヒロキに近づくと、汚い手で触るな!あっちへ行け!と、まるで野良犬を追い払うような手つきで、ユータを視界の外に遠ざけた。アスカさん!ヒロキを可愛がる気持ちはわかるけど、ユータにも優しくしてあげて。ヒロキはユータにとっても弟なんだから、きっと可愛くて仕方ないのよ。出来の悪いユータとヒロキを一緒にしないでください。アスカさんはため息混じりに私を睨みつけた。出来が悪いって、何もそんな言い方しなくても。もしも、ヒロキがユータと遊んでいて悪い影響を受けたら、お母さんは責任を取れるんですか?この子の将来がダメになったら、それはユータとお母さんのせいですよ。これ以上、私の教育方針に口出ししないでください。それと、ヒロキに話しかけるときは、私に許可を取ってください。大げさな言い回しに、私は苦笑したが、アスカさんは至って真面目な顔で後悔した。冗談なんかじゃありませんよ。私は、お母さんの存在が子供たちの教育に悪影響を及ぼすと本気で思っていますから。私は悲しさで言葉が詰まり、それ以上何も言い返せなくなった。こんな無責任な人とおしゃべりしたら、お兄ちゃんみたいにダメな子になっちゃうよ。そう言って、アスカさんはヒロキを連れてどこかへ行ってしまった。ずっと話を聞いていたのか、夫がやってきて。私の肩にそっと手を置いた。アスカさんも、今はきっと虫の居所が悪かったのだろう。あまり気にすることないよ。ユータだってそのうち、また元気に喋るようになるさ。と、私を慰めてくれた。その翌日も、朝からからりと晴れた空が広がっていた。庭に洗濯物を干しながら、雲一つない青空を眺めていると、こんな日には子供たちを外へ連れ出したい気分だ。せっかくいいお天気だから
虫取り網と虫かごを持ってお外に遊びに行かない？セミがたくさん鳴いてるよ。私がリビングでテレビを見ていた二人の子供たちを誘うと、ダメに決まってますよ。服が汚れたり転んで怪我でもしたらどうするんですか。連れて行くならユータだけにしてください、とアスカさんに怖い顔で止められてしまった。お散歩くらいならいいでしょ、せっかくいいお天気なんだし。お母さん、私との約束忘れたわけじゃないですよね。うちのヒロキに話しかけるときはまず私を通してください。そう言ってアスカさんはヒロキの手を引いて、ママと一緒にお部屋で遊びましょうと言った。ヒロキのことを諦めた私は気持ちを切り替えてユータと向き合う。それじゃあユータはおばあちゃんとお散歩に行こうか。するとユータは首を小さく横に振った。でもせっかくいいお天気なんだし、外で体を動かした方が気持ちいいわよ。それでもユータはいやいやと首を横に振って私の誘いを拒んだ。ユータは立ち上がると寝室からクレヨンとスケッチノートを持ってきた。ユータはお絵描きがしたいのね。ユータの気持ちを尊重したい私は外へ連れ出すことをやめて黙って見守ることにした。ユータは相変わらず無言のまま真っ白なスケッチノートに人物の絵を描き始めた。ふと人の気配を感じた私はパッと後ろを振り返る。あ、びっくりした。いつからそこに立っていたの？そこには金次と先ほどヒロキを連れて部屋に向かったはずのアスカさんが立っていた。あなたたちもユータがどんな絵を描くのか楽しみ？私の問いかけに答えることもなく、なぜか二人とも険しい表情でユータの手の動きを目で追っている。どうしたの？二人とも様子が変よ。なんでもないよ。ユータ、そのまま続けなさい。ユータは家族に見られながら黙々と絵を描き続けている。これがユータで、これがヒロキで、こっちがおばあちゃん。わあ、ユータは絵がお上手だね。ユータは肯定することも否定することもなく、人物たちを可愛らしく描いていった。ところがそのうち、ユータはなぜか、キンジとアスカさんのすぐ背後に、ある奇妙な人物を描き始めたのである。顔を真っ白に塗りたくり、真っ赤な鼻をつけて、赤と白のボーダー柄の格好をした人物。これって、ひょっとしてピエロ？ユータはこくりとうなずきながらもそのままピエロの絵を描き続けている。なんだ、おかしな絵を描くのね。へんてこなものを描くなんて、ユータは絵のセンスもないんだな。そう言ってすっかり興味をなくしたのか、金次とアスカさんは去っていった。私もお昼の支度を始めようと立ち上がりかけると、突然ユータが絵を描く手を止めて私の服を強い力で引っ張った。そんなに引っ張ったらおばあちゃんのお洋服が伸びちゃうでしょ。私は冗談めかして笑ったが、ユータの真剣な眼差しにただならぬものを感じた。私に伝えたいことがあるのね。ユータは言葉こそ発しなかったが、すがるような目つきで絵の中のピエロを指さした。このピエロがどうかしたの？そこへ夫が町内の会合から帰宅した。どうした？何かあったのか？異変を感じた夫がピエロの絵を覗き込んだ。そういえばお前、前にこんなことを言ってなかったか？ピエロが怖いって。その瞬間、私の頭の中を過去の記憶が駆け巡った。確かに私は以前テレビでピエロが子供たちを言葉巧みに誘い出して連れ去ってしまう事件簿を見たことがあって、それ以来ピエロを怖いと感じるようになっていたのだ。その番組を見たのはちょうど1年前の同じ季節で、私の隣にはユータがいた。
その時私は、ピエロってなんだか怖いわね、と口走ったのをなんとなく覚えている。まさか、ユータ。私がある疑惑に思い至って夫を見ると、夫も同じ考えに行き着いたのか険しい表情を浮かべている。この子、私たちに助けを求めているんだわ。そういうこと、だよな。夫も私の考えを確かめるようにつぶやくと、ユータの両肩をつかんで、ユータ、おじいちゃんとおばあちゃんが必ずお前を守るからな、と力強い言葉で約束した。さて、これからどうするか。私たちは息子夫婦がユータに何をやっているのか突き止めるため一計を案じた。そうそう、あれをまだ使っていなかったわ。私はこの前、知人からもらった高級レストランのディナー割引券をまだ使っていないことを思い出した。かつての教え子に、現在はフレンチシェフをやっている子がいて、彼から還暦祝いに贈られたものだ。すぐに、金次とアスカさんを呼び出して、例の割引券2枚を見せた。ヒロキが生まれて、しばらく遊びにも行けてないんじゃない？たまには夫婦水入らずで食事でもしてきたら？金次は特に疑うこともなく、ラッキー、食事代が浮いて助かるよ、と素直に割引券を受け取った。でも、子供たちのことが心配ですから。アスカさんは少し警戒の目を向けた。大丈夫よ。子供たちのことなら、私もお父さんもちゃんと見ているから。たまには羽を伸ばして、美味しいものを食べてきたら。ですが、ヒロキはまだ2歳で、母親の私がずっとそばにいてあげないと。アスカさんは私がヒロキに近づくことを嫌がっているのだ。ためらうアスカさんの肩を金次が叩いた。たまには母さんたちの行為に甘えようぜ。せっかく高級フレンチがタダで食べられるんだ。こんな機会めったにないよ。食費が浮くだけでなく、美味しいものがタダで食べられる状況は、効率主義の金次には効果抜群だったようだ。わかった。あなたがそこまで言うなら。アスカさんは警戒しつつも、金次の誘いに応じた。それじゃあ母さん、俺たち、久しぶりに恋人気分を味わってくるよ。そう言って金次とアスカさんは、その日の夕方、車で出かけていった。車が視界から消えたのを確認すると、私たちはすぐに息子夫婦が使っている寝室へと向かった。たとえ息子夫婦とはいえ、他人のカバンを勝手に覗き見る行為は、後ろめたい気持ちが湧いてしまう。それを払拭するように、私と夫は悲しそうに怯えるユータの顔を見て、二人でうなずき合った。夫が金次のカバンの中から手帳を見つける。その中に、サイトのアドレスが殴り書きされたページがあった。わざわざ付箋まで貼られているところを見ると、よほど重要なメモらしい。夫は近くにあった金次のノートパソコンを開いて、アドレスのページを開いた。おい、これを見ろ！夫の表情が一瞬にして鬼の形相に変わった。パソコンの画面上に表示されていたもの、それは臓器売買や違法薬物を売り買いする、いわゆる闇サイトだったのだ。しかも、金次はそのトップページをお気に入り登録するほど何度も閲覧しているらしい。メール履歴を確認すると、そこには金次と臓器売買業者とのやり取りが詳細に書き記されていた。驚くべきはその内容である。なんと金次は、ユータが失語症でうまく喋れないことを理由に、自分の息子を海外の業者に売り込もうとしていたのだ。明らかに犯罪だ。ユータは自分の血を分けた息子だろう。まったく、理解に苦しむ。息子夫婦の計画を知った私たちは、すぐに警察へと駆け込んだ。今頃金次とアスカさんは高級フレンチに舌鼓を打っていることだろう。問題のサイトを警察に見せたところ、
担当の刑事は目の色を変えた。我々が追っている組織です。元教え子のシェフにも事情を説明して捜査に協力してもらうことになった。二人が食事をしている店の周囲を警察官が取り囲む。そこへ何も知らない金次が、他人のおごりで食べる料理は最高だなぁと、アスカさんと楽しそうに談笑しながら出てきた。鎌田金次さんとアスカさんですね。臓器売買の件でお尋ねしたいことがあります。署までご同行願えますか。突然の刑事の登場に、二人はぎょっと身構えた。臓器売買？一体何の話だよ。俺たちは関係ねえよ。この書類に見覚えはないと。ここに記されている業者は、我々も以前からマークしていた違法組織です。無関係とは言わせませんよ。刑事が例の契約書類を突きつけると、金次はチッと舌打ちをした。警察の後ろで隠れて見守っている私と夫の存在に気づくと、金次は怖い顔で睨みつけてきた。警察に売ったのか、息子の俺を。そう言って金次はアスカさんを刑事たちの方へ突き飛ばして、自分だけこの場から逃げ出そうとした。しかし、どこへ走っても行く先々に張り込んでいた刑事たちが待ち構えているので、ついに逃亡を諦めて膝から崩れ落ちた。俺は何もしてねえよ。何も知らねえって。その書類もきっとこの女が偽造したものなんだ。私だって何も知らないわよ。あなたが勝手にやったことでしょ。二人は最後まで容疑を否定したが、刑事たちに力ずくでパトカーに乗せられていった。これでよかったんですよね。もちろんだ。俺とお前でユータを守ったんだ。息子を警察に通報したことに罪悪感を抱く私を、夫は必死で慰めてくれた。翌日、私たちは勾留中の金次と話をしようと警察署に向かったが、面会は身内でも認められなかった。代わりに国選弁護人が金次とのやりとりを報告してくれたのだが、金次は反省するどころか、逆に警察に通報した私たちのことを人の心がないと罵っていたという。それを聞いた夫は憤慨して、救いようがないと言い放った。弁護士さん、今度あいつに会ったら、人の心がないのはお前たちの方だと、そう伝えてください。その一言は、息子に対する絶縁宣言のように私には思えた。私たちには、もう一つやらなければならないことがあった。それは、ユータの失語症について正しい診断を受けさせることだ。私がこれまで何度お願いしても、金次もアスカさんも取り合ってくれなかったが、ユータをそのまま放置しておくわけにはいかない。私は、小児心療内科のある総合病院にユータを連れて行った。その結果、ユータの失語症の原因は、精神的苦痛を重ねた結果だろうと診断された。あのね。精神科医とのやりとりの中で、ユータはたどたどしくも少しずつ口を開いていった。ユータの話によると、アスカさんからの嫌がらせが始まったのは、アスカさんがヒロキを身ごもった直後からだという。ヒロキを出産したアスカさんは、ことあるごとにユータを邪魔者のように扱ったそうだ。最初のうちは、ユータが何を話しかけても相手にせず、ただ無視を決め込むだけだったが、ヒロキが少し大きくなって、ユータが弟と遊ぼうと近づくと、触らないでと怒鳴られたという。一度や二度ならこらえられたが、それが毎日続くと、次第にユータもアスカさんの存在が怖いと感じるようになっていったのだろう。ところが、唯一の救いであるはずの金次は、自分の息子が孤立していく様子に気づいていながら、抱きしめることも受け入れることもせず、アスカさんと一緒になってユータを突き放していたという。金次から、お前は何もできない、我が家にいらない存在だ、と毎日のように言われ続けていたユータ。
警察が息子夫婦の自宅から押収した証拠品の中に、銀次が書き記した手書きの日記が見つかったそうだ。それによると、銀次は会話もできない、文字も書けない雄太の存在を無視するだけでなく、臓器売買した方が多少は家計の足しになると考えていたらしい。担当の刑事からその話を聞かされた時、私はショックのあまり、その日は食事も喉を通らず、夜もなかなか寝つけなかった。臓器売買を最初に提案したのは、アスカさんだったという。金次は弁護士に、アスカがあんなことを言い出さなければ、俺も息子を売るような考えは持たなかった、と、あくまで自分は利用されただけだと訴えたそうだ。あの二人にとって、雄太は一体どんな存在だったのか。教育費だけでなく、カウンセリング代も、金次やアスカさんにとっては無駄な出費のように思えたのかもしれない。どこまでもふざけた奴だ。子供の将来より自分の利益のことしか頭にない。俺はあいつの父親として恥ずかしいよ。たとえどんな事情があるにせよ、我が子に悪事を働くなんて絶対に許されるべきことじゃない。弁護士さん、それをあいつにしっかりと伝えてください。弁護士にも娘がいるとのことで、私たちの心境を想像して悲しそうに、わかりましたと夫のメッセージを預かった。私たちは一体どこで子育てを間違えてしまったのでしょう。警察や弁護士から新事実を聞かされるたびに、私は母親としての無力さを痛感した。今更悔いても仕方ない。せめて、これからは孫たちが幸せに生きていけるように、全力で支えていくしかないだろう。そうですね。この時の私には、それ以外に言うべき言葉が見つからなかった。その後、金次とアスカさんは、臓器移植に関する法律に違反したとして逮捕され、同時に、ブローカーも組織もろとも一網打尽にされた。息子夫婦にどんな判決が下されるか私たちにはわからない。それでもあの二人が仮に早く出所できたとしても、以前のようなまともな生活を送ることは困難だろう。二度と子供たちにも会えないだろうし、たとえ彼らが会いたいと望んでも、私も夫も決して会わせるつもりはない。二人の孫は私と夫で責任を持って育てると誓った。息子夫婦が犯した事件は、ワイドショーでも連日大きく報道されたので、地元の住民も当然私たちの事情を知っていた。それでも、誰も私たちの陰口を叩くことはないし、そればかりか、ユータとヒロキをとても可愛がってくれたのだ。隣の高齢夫婦が、自分たちの畑で採れた野菜を、あの子たちに食べさせてあげてと、笑顔で届けてくれたり、時には野菜の収穫に子供たちを誘ってくれたりした。そのおかげで、ユータは抱えていたトラウマが少しずつ解消されたのか、失語症も次第に回復していった。おい、ヒロキ、今日も俺が、でっかいカブトムシ取ってきてやるよ。待ってよ、お兄ちゃん。僕も行く。そう言って、夏休みになると、二人はよく裏山へ遊びに出かけていった。弟のヒロキは、アスカさんの偏った教育方針に影響されることもなく、優しい子に育ってくれたようで、私も夫も安心だ。金次を真っ当な人間に育てられなかった悔しい気持ちは、その後も私の胸の奥にくすぶり続けている。それでも、日々成長していく孫たちの姿は、私たち夫婦にとっての生きる希望だ。あれから10年の月日が流れ、ユータは高校生になった。人身売買は現在でも世界中の至るところで行われていて、たくさんの子供たちが悪い大人たちの金儲けの被害に遭っています。そしてこれは遠い国だけのお話ではありません。この日本でも、あなたのすぐ身近でも、現実に起きていることなのです。僕は運よく祖父母に救われました。これからは僕が子供たちに救いの手を差し伸べたい。どうか皆さんも憎むべき悲しい現実から目をそらさず、共に戦っていきましょう。
休日になるとユータはボランティア活動の一環として、かつて自身も体験した人身売買の実態を自分で調べて記事にまとめたり、公民館で講演活動をするなど啓蒙活動に励んでいる。僕は貴重な経験をしたんだ。その経験を生かして罪のないたくさんの子供たちを救いたい。それは僕に与えられた使命だと思っているよ。ユータは凛々しい眼差しで私にそう言った。ユータは将来ジャーナリストを目指していて、夫と新聞やテレビを見ては毎日熱い議論を戦わせている。そんなんじゃ世界は救えないよ。おじいちゃんは視野をもっと広く持つべきだ。そうだな。確かにユータの言う通りだ。最近ではユータの方が社会情勢に詳しく弁も立つので、夫はただただ圧倒されてばかりだ。一方、私は地域の仲間たちに声をかけて子供食堂を始めた。子供たちの未来を守るために戦っているユータを見ていたら、いつしか私も子供たちのために何かをやってみたくなったのだ。学校が終わると、行き場のない子供たちに食事を提供するだけでなく、教師時代の経験を生かして時々勉強を教えている。おばあちゃん、今日もありがとう。また来るね。満面の笑顔で帰っていく子供たちを見送りながら、私は心の中でこう願うのだ。どうかこの子たちの笑顔がいつまでも続きますように。